吉大阪 J3 上がって今の監督ライセンスなくて交代するらしいです。いや、吉もそんな感じだったと聞いてます。いい監督の供給を増やすためにもライセンスなくすわけでないにしても緩和の方向では動いた方がいい気がします。っていうか、JFL から J3 に上げたら、その時点でライセンス発行しろよって思いますけどね。それが一番のライセンスの基準だろうって思いますけどね。だって結果出してんだから、しっかりチーム率いてさ。で、FC 大阪は、あれ、監督さんだったかな、コーチの方だったら、すごいね、名前忘れたけど、めっちゃすごい、なんかこう、平野さん、なんかね、すごい人いるんだよね、あそこ。で、いわき FC も、内側の人と、まあ、一回コラボというか、そう一緒にやらせていただいて、そういわき FC でね、レオザの分析やりかけた時があったんですよね、昔。そう、あれ名前ど忘れしちゃった、最近絡んでないから。その人のツイッターとかインスタにも載ったんですけど、あれ何さんだ、代表の方、いわき FC ので、それでもうそのそういうライプツヒ的な、あのあれラングニックのこのライプツヒ的なアプローチしてたんですよね。あ、大倉さん、大倉さん、そう、大倉さんにいわき FC だったかアンダーマーのオフィスに呼んでもらって、で喋ってみたいな。で、篠田さんも動いていろいろやったんだけど、社内調整効かなくて結局、足し切れになっちゃったんですよね。こいつ方式でいいと思いますよ。いや、そうなんよ。このカテゴリーからこのカテゴリー上がったらとか、そこで1年やったらとかでいいじゃん。何なんだ。だってさ、ほんと JFL から J3 上げた監督1年で、上げた監督と1年間講習通ってた監督、絶対前者の方がさ、誰が見ても実力あるでしょ、それは。めちゃくちゃ選手が揃ってたとしても、ちゃんと監督やってんだからさ。もうおかしいよね、それが。だから自分たちのなんかこう、なんかこう影響力っていうか、自分たちが持ってる利権で人を動かしたりとか、人にペコペコされたいのかなって思っちゃうというか、思うのが自然ですよね。